体制だけが載っている本、それだけで勉強しようとしてませんか。皆さんこんにちは、レックス日光賞の根本です。ここでは2020年司法書士試験を目指して民法改正の勉強をしている方に一つ提言、忠告をしたく動画の撮影をしております。どういう忠告かと、やっぱ改正ですから勉強をすると思うんです。ですがその勉強ね、改正だけが載っている本、それだけで勉強しようとしてませんか。例えばレックでは、こちら司法試験用になりますが、改正だけが載っている本、改正が載ってない、ここが変わったよといった改正部分だけが載っている本というのを、こちら売っております。こういう本で勉強すると改正の部分がピンポイントで分かるといういい点はあるんですが、その後の手間が半端じゃないんです。どういう手間かと言いますとね、例えば改正の本をしっかり覚える、もしくはある程度理解する、既存のテキストにね修正を加えよう、じゃあそれどんだけ修正になるのかと、例えばこちら今見開きで債権譲渡についてのねページを開けて出しています。変わります。指名債権というね細かい定義もなくなっちゃうんです。ちっちゃく変わります。変わります。禁じることできません。ほぼ全部変わります。ほぼ全部ダメです。××××ここは大丈夫。×××ここもダメ。制度なくなる。こういう作業を一個一個やることなんです。でどれぐらいやるかと、というと債権譲渡のページが全部で24ページ、そのうち14ページです。この24ページ分の14ページ、債権譲渡だけでもこうなんです。改正内容をちゃんと理解した上で一個一個見て、生きてる、死んでるというのを削っていくという作業が必要です。実はこれもめんどくさいんだけど、もっとめんどくさいのが、一個一個判例あるじゃないですか。そういった判例が、改正の後でも生きているかどうか、改正の後でも生きているかどうか、その判断をご自身でやることなんです。面倒というのを超えてリスクが高いですよね。また他にもね、今回の改正、細かい条文番号が変わったり、用語自体が条文変わったり、こういったふうに部分分が削れたり、条文番号が変わったりと、そういった細かいところのね微調整がいっぱい入ってるんですよ。それをご自身が修正するっていうのはかなりの手間を取られます。そのため改正だけが載っている本だけで勉強すると、こういった二度手間三度手間になるというのを覚悟しなきゃいけません。かといって改正後の本、これは絶対必要になります。その上で改正後の本だけ見たとしても、どこが変わったかが普通は分かんないんです。ということで改正しか載ってない本だけで勉強をすると二度手間三度手間になる。改正後の本で読んじゃうとどこが変わったかわからない。結局は2つ必要になってしまいます。2つ見ながらこっち見て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 ということが必要になってしまうんです。お時間が取れる方はそれができるかもしれません。お時間が取りにくい方はぜひ予備校の講座を活用して時間を短縮していってください。
こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。